明治大学国際日本学部2年の石黒です。今回訪問させていただくダイテックさんはソフトウェア開発をしていらっしゃるということで、自分にとって全く新しい分野になると思うので、たくさん学ばせていただきたいと思います。よろしくお願いします。法政大学キャリアデザイン学部2年、籠田理沙です。私は現在ライフキャリアというものを専攻しています。今回女性も活躍しているというこの IT 業界を知り、自分の視野も広げられたらと思っています。よろしくお願いします。今日は本当にようこそお越しくださいました。ありがとうございます。ダイテックで採用担当しております長久保と申します。一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ダイテックという会社なんですけれども、ビジネスとしてはソフトウェアの開発とそれから販売を自社で行っています。なので、自分たちでスケジュールを決めて仕事を組んでいける、でいいものを作るということができる。なので残業が少ないという特徴があります。はい、業界お客様っていうのは3つ業界がありまして、でこちらにあるんですけれども、1つは石油販売業、ガソリンスタンドですね。で2つ目は建築設備業界で、3つ目が住宅産業となるんですけれども、大工さんとか工務店さんとかいったところです。でそれぞれに対して IT のサービスなので、ちょっと専門的な言葉になりますけれども、石油販売業向けは POS システム、ね、これはレジなどの POS と同じものですね。ガソリンスタンドの POS システム、情報処理をやってます。それから、建築設備業界は設計用のツールで CAD のシステムを開発してます。で、3つ目住宅産業向けはクラウドサービスといって、その会社さんの、管理業務とか経営の指標、数字とかを一括で管理するようなサービスを扱っています。はい、これをやったものでしょうか。我々ここで普段開発しているものなんですけども、はい、CAD っていうソフトを作っております。はい、CAD って皆さん聞いたことありますか。そうですね、聞いたことあるけど細かくはまだ知らないので教えてほしいです。まあ簡単に言うとペイントソフトみたいな、図形を描いて何かするみたいなソフトなんですけども、普通のこう図形のソフトと違って、図面を描くソフトなので、例えば線1本引くにしてもこうランダムな線ってあんまり引かないんです。こうちょっと角度が決まってたりとか、あとただの線じゃなくてなんか情報がたくさん一つについてたり、実際これ高さ情報だとか、なんか、部材ごとに形状も持ってますので、あの 3D で表示することができるんですね。見てもらっていいですか。よいしょ、これってやると、これが 3D になって、これを見ながら工事現場で実際に組み立てていくと。なるほどな。でこれの、これの製品の新しいバージョン、今これ TFAS っていうやつなんですけど、新しいバージョン今 あるんですか。出てくるか。頑張って開発しているところです。すごい。今私が直近で何やってるかっていうと、さっきの情報をここにこうバーって出すだけでもいいんですけど、これを Excel に全部表示したいなとか、そういうものを、今何でしょう、部品 Excel と対話するための部品を作っているところです。なんか実際にやってて青山さんが、ああこれ面白いって思う瞬間とかってありますか。ああそうですね、実際私はこう見た目で反映されるのがすごい好きで、今自分でこうその色が変わるようにとか反映するの書いてて、で大抵の場合最初、大抵の場合って言ったらあれですけど、結構うまくいかないこととかもあって、あれどこがおかしいんだろうなってなって見るじゃないですか。で、あここがおかしいのかって言って直して、で実際こうポンってボタンを押してうまいこと動いた時っていうのはちょっと、よし、よくやった。そうですね、それワクワク、ね、達成感ありますよね。そうなんですね。今例えば Excel だったら線種、線幅、色っていうのが表示されてるんですけども、今後もうちょっと開発が進んでいくと、その部材の種類だとか、あと
なんでしょうね、まあ、大きさだとか、そういうのもどんどん追加されていくことになるんですけど、追加しやすい形で書かないとまたコードって書き直しになってしまうので、自分もしくは次の代が苦しむというか、先々を見据えてやっていかないといけないというところですよね。今次の代っていう単語が出たんですけども、まさにその通りで、今後これを書いていく人っていうのは自分じゃない可能性があるんですよね。なるほど。なので自分以外の人が見ても分かりやすく書かなきゃいけないっていうところがまだ私はできてないんですけども、今勉強中ですね。受け継ぐってことですよね、はい、そうですね。分かりやすくするのが一番難しいと思うので、削る方が大変じゃないですか、ものを。そうですね、加えるよりも。なんか適当に動くものを作るだけだったら結構簡単で、ごちゃごちゃって書いて動くんですけども、それはやっぱりこう無駄なく分かりやすく拡張性高く書こうと思ったらすごい大変です。ものすごい数のトライアンドラーがいる。そうですね。しかも大抵の場合は、まあ、コードに書かないで机上で書いてから、はい、あこれまだ削れるなとか、ここちょっとバグになりそうだなっていうのを机上で考えてからコードに移す。